面白かったよ、映画見たやつ。体探し見た。ホラー映画、ホラー映画、あれでもさ、体探しなんか怖い要素もあるけどさ、めっちゃホラー映画ってわけでもなんかあれじゃない、怖いところもあるけど、なんか確かにホラー映画っぽい要素もあるけど、なんだろう、グロい、めっちゃ怖いなんかやつはそんな好きじゃない。ただのホラー映画みたいなやつはそんな好きじゃない、見ない、そんなに自分からは絶対に見ない。一回しかないかも、映画館にホラー映画見に行ったの。もうなんかホラー映画っていう感じの、なんか体探しはちょっとホラーの要素もあるけどみたいな感じじゃん、じゃなくてもうホラー映画って感じです。一回だけ来る見に行った、来るっていう映画、何年か前のお父さんと二人で見に行ったね。お父さんがホラー映画好きで、来る、でもそれもね、そうなんかさ、めっちゃなんか幽霊が出てきてってわけじゃなくて、ずっと怪奇現象みたいな感じで起こっててみたいな、なんかちゃんと見えるわけじゃないんだよね。でも怖かった。それ家泣き村はDVD かテレビでやってて見た、どっちだっけな、 DVD かな、どっちかで見た。あとなんかそんな感じの似たやつもなんか見たよ、なんちゃら村だっけ、忘れた、なんかそんな感じのやつ。水に溺れるやつかなんだっけ、か何、ゆるなき村、ちょっとあんま覚えてない。ゆるなき村だっけ、もうあんま覚えてないわ。木村はでも見たのは見た、あんま覚えてないけど、あ、自己物件は私でもちゃんと見たわけじゃない、なんか家でなんか家族が見てて DVD でちょっとだけ見たって感じ、全部ちゃんと見てないや。ちょっとだけ最後見た、最後見て、最初もなんかとかなんかね、どこを見てないのか分かんないや、なんかこうリビングで見てたから一緒に、あ、見てるのかみたいな感じで、一緒になんかちょっとだけ、ちょっとなんていう、ところどころ見てないところがあるって感じ。自己物件、うん、ちゃんと全部見たわけじゃないと映画ね、あんま見ないけど、久しぶりに映画見に行った。そう、行かなくってさ、あんまり1年、いやもうちょっと見てないかも、2年ぶりぐらい久しぶりに見た。最後に見たの多分フリフラ、映画館で見たの。フリフラってめっちゃ前だよね、一人映画はいいや。一人映画だったらなんか DVD とかサブスクで出てくるからで全然いい。なんか体探しもなんか気になってはいたんだけど、
あ、でもそんなあれだしみたいな、まあいっかみたいな一人だったら別にいっかって感じだったけど、ひなこが気になってるって言ってたから、じゃあ一周行こうよって言って、私も気になってるし一周行こうって言った。そんな感じ。ポップコーン食べたよ、二人で一個のやつ食べた。なんかめっちゃ食べてたんだよね。なんかポップコーン取れる、二人で一個買うじゃん。でもちろんジュースも買ってさ、絶対喉かいちゃうから。でひなこはホットドッグで、私なんかポテト買ったの別で。でひなこさ、なんかそのなんか店員さんがプラス何円でドリンク L サイズにできますけどしますかって言われてて、ひなこしてて、私は普通の M サイズにしてたんだけど、ひなこのドリンクの L サイズめっちゃでかくて面白かった。M からさめっちゃ大きくなってた、1個しか買わないのにサイズ。普通に食べてた、映画館中ずっと食べてただから。ひなこ、え、なんかでかくないって言ってた。ドリンクひなこ L サイズで、もうなんか渡したの差がすごかった。え、これ一サイズしか変わんないよねみたいな。マヨコ、マヨコ屋さんってたよ。そんな開けてすまんないよ、映画館で。わざわざ撮らないよ、そんな風に。横のやつ、席取ってよ、ちゃんと。いないでしょ、開けて撮る人。なんか、普通の映画館のポテト。なんかさ、それさ、なんか箱に入ってる、ボックスみたいに入ってるポテト、カレー味みたいなのにした。美味しかった、普通にご飯みたいな、二人と。今日二人で映画見ただけ。他何も言ってない。映画見てそのまま帰宅。何するって言って映画見た後、もうしたいことが見つからなくて、じゃあ今日はもう帰るかってって帰った。普通に映画館でなんか食べちゃったからさ、あんまお腹も空いてなくてみたいな。インドショッピングはね、こないだしたんだよね、一昨日ぐらいに。だからそういいやってなった。ご飯、夜ご飯さっき食べたよ、さっき食べた。もうすぐここにずっとあるから、なんか触っちゃうんだよね、触っちゃう、なんか手置いちゃう。あるから、どうしよう、どっかに、いや、行ってなかった。いや、あの映画見に行ったの昼、映画見に行ったの昼、夜ご飯は相当時間空いてる。電池なくならないよ、これだってついてないもん。ここ上に上げたら使
くけど、なんかさ、これ電池入れた時だけライトつくふうにしてるんだけど、オフ。ちゃんと毎回切ってるよ、そりゃ毎回ちゃんとモニターの点検も切ってるし、モニターでも切り忘れちゃうことある時々。また切ってる、全部切ってる。パソコンはつけっぱなしじゃない。私のモニター 4K は映んない。 4K じゃない、じゃないやつです。なんかね、そんなに PC パソコン使わないからさ、めっちゃ使う人だったらつけっぱなしでいいかもだけど、そんな使わないから切ってる。一回一回何に使わない。Windows、 うん、Windows。ゲーム動画も見なくて、配信しか見ないんだけど、基本私はテレビで見てる。テレビ画面に YouTube 映せるから YouTube 映して、こんな感じです。なんか一日テレビ見ないやって、みんなが使ってない方に YouTube 映してってやってる。みんなが見てる方やったら怒られるから、そんなの見てたら帰ろうって言われちゃうから使ってない。アープラ入ってるよ。私が入ってるやってる、お母さんが入ってるんだけど、お母さんが入ってるのにみんなでさ共有してやってる。何人かまで入れるじゃん、家族。それで入ってる感じ。弟ね、エペの配信見ないから、多分私が見てる人知らなさそう。誰って言われそう。多分知らないと思う弟。なんか他のゲーム配信者さん、なんか前からのなんだっけな、ゲーム配信じゃない、なんか動画見てた。配信あんま見てるイメージない弟。なんかゲームの実況動画みたいな、配信じゃなくって動画を見てたりするみたいな。マイクラ見たことある。マイクラのなんか誰だっけな、ちょっと名前が分かんない。私は見たことないんだけど、弟が言ってて、ちょっと名前忘れちゃったけど、もう見てた。マイゼンなんちゃらさんみたいな、いや思い出したみたいな方を見てたわ。私は見てないからかな。弟なんかいつもスイッチで見てて、スイッチで YouTube めっちゃ見ててさ、見てた。私はちょっとわかんない、前からやったことない。配信してほしい。配信ねしたいんだけどね、ちょっとまだ話が進んでない。
したいけど、マイゼンシスターズさん、多分その方、多分私でも見たことないから分かんない。そう、あれだよね、マイクラのゲーム実況みたいな動画出してる方だよね。弟がめっちゃ見てた、スイッチで。弟スイッチでいつも見て、スイッチか携帯どっちか見てた。弟が、あと誰見てたか分かんない、忘れた。マイクラね、入ってるんだけどさ、忘れてた。マイクラ入ってるわ、パソコンにも。やってない。なんかもともとついてるセットで、マイクラがダウンロードされてるみたいな。それで入ってるのは入ってるんだけど、そう、なんかあとインストールするだけの状態みたいな感じのやつでさ、 PC がインストールして入ってるのは入ってるけど、やってない。マイクラやったことなくて、あんま分かんない、ゲームが。ゲーム実況者さん有名な方だったら何か知ってるけど、あんま見たことはない。有名な方、ポッキーさんとかも知ってるよ。知ってるけどちゃんと見たことはないよ。いつもめっちゃアイペが上手い人とか最近見てる方、いろんな人の名前が もう固定されてきちゃった。見る人めっちゃ甘い、あのプレデターの方の配信見てる。めっちゃうまい。フォールガイズはね、あれなんだよね、この配信でやりやすい。エペなんか他のゲームもできるけど、バロラントとかも、バロラント長いからない、一試合が画面が分かんないと、画面が見えないときつそう。音入れてるの、エペはちょっとこの三脚をさ、カメラの三脚を置く位置を変えないといけない。エペしたいんだったら、バロラントもだけど、ちょっと振りすぎる。画面がこう見えないところがあるかな、3分の1ぐらい。なんかこの三脚のさ、この丸いライトがついてるんだけど、これ今つけてないけど、ライトが邪魔で見えないから。三脚の位置は変えないといけない。そうだから、ホールガイズが一番しやすいから、ホールガイズやってて、この画面がちょっと見えなくってもできるっていう。あんまりしてしょうがない。探せばそういうゲームいっぱいあるだろうけどな、全然入れてないから。マインスイーパー、マインスイーパーって何、どんなゲーム。マインスイーパー分かんない。めちゃめちゃチャンネルでメンバーとスプラ、メンバーとスプラするんだったら配信出さないといけないから、私がスイッチを買わないといけないんだよね。まずそこからだね。スイッチライトだから画面に映せないから、私配信するんだったらスイッチ買って、キャプチャーボード買ってってしないとできない。インドについてくるゲーム、え、じゃあ入ってんのかな、パソコンについてる。え、わかんない。パズル、パズルゲーム入っ
ってる、入ってるのかな。かんないや。聞かれたことない。ちょっと探してみるか。普通にさ、パソコン開いたら PC ついちゃう。マインスイーパー分かんない。なんかあの Windows のゲーム分かんない。ちょっと待って、どうやったら、どこで見たら分かる、それ。ちょっとさマウスのさ充電がないかもしれない。ちょっとどのくらいあるか確認しよう。マウスの充電残り319時間。じゃあ大丈夫。どこで見たら分かる。どこでググったら、なんだっけ、マインスイーパー。ちょっとキーボードを手前に出さないと言ってない。わけのせいか。まあね、三脚が邪魔すぎる。よいしょ。なんか全然落ちてない。ちょっと待って。これか。これゲームのルール、爆弾がランダムに出されてる。爆弾が決まっていない全てのマスを開ける必要。爆弾が回ってない全てのマスを開ける。爆弾が回ってないマスをクリックすると C8 マスにある爆弾の数を示す数字がある。この情報を用いることでどのマスが安全であるかして、どのマスに爆弾が埋まっているかは推測できます。爆弾が埋まってたのマスは右クリックすることだ。あとでもワークできます。わかんない。初めて、やったことないこのゲーム。このまま普通に、間違った変なとこしちゃった。遊ぶっていうのをしたら普通にできるってこと。とりあえずしてみよう。そういうことね。これ何、これむずかしそう。爆弾ゲーム、何これ。始め方、一旦やってみようかな。これどうやって始めるの。これどこ押したらスタート。これ2って何、これ。待って、わかんないわかんない。あ、押したら周りにさどれだけある。8マス8マスって広いな。8マスどういうこと。8マスって1234、違うの？ここか。8マス。分かんなくない？これ。どこにさ爆弾が回ってそうかなんて。これどうやったら分かんの？
これどうやったら、全然わかんない、初めてすぎて。マジ2個でしょ、あとここは空いてるから。これさ絶対画面が見えないとさわかんないよね。なんか初めて見ちゃったけど、すっごい適当に始めてる。あ、これ何これ何これ、爆発したってこと？あ、わかんない、もう何もわかんないわかんないよこれ。あ、爆、あ、これ爆弾だ、爆弾押しちゃった。これ、これどういう、あ、よくわかんなかったどうしよう、ちょっとちょっと配信でやるには分かりづらいや、画面が見えないと。こういうゲーム知らなかった、初めて見た。なんだっけ、マインスイーパーなんだっけ、見たことない、そこに入ってるゲーム全然やったことないや。こういうなんか、最初押したのと爆弾じゃなかったな、なんか後で押したのが爆弾だった。なんかあれだな、これ後で。私さずっとさ、このなんていうデスクトップデフォルトのやつなんだけどさ、変えようかな後で。ちょっと何もなんかあれだ、シンプルシンプルだからちょっと変えよう。デフォルトの壁紙ね、なんかよくわかんない青色の、これなんだろう、なんかよくわかんないやつずっとデフォルトのさデスクトップ壁紙やがる、ちょっと後で変えよう。何にも書いてない、新しいデスク、違う違う、これどうやって変えるんだろう、デスクトップってどうやって変えるの、この壁紙。ん？違う、やりたいのが違う。壁紙って何？設定から変える？何も知らない。個人設定、どうやって？見づら見づら携帯の国画面が個人設定、あ、これ背景、こういう感じね。でもこれさ写真何も入ってないからさ、こっちカメラロール、何これ、あ、うんうん、どう、待って、わかんないわかんないわかんない、何もない、カメラロール何も入ってないから、なんかどうにかして後で変えようかな。何も設定やってない、そういうさ PC のデフォルトのまんま、これアニメーションとかメインクリックしたら出てくる。あ、これか、ディスプレイ設定、これ個人用設定、これか、個人用設定、これか、床モードって、あ、そういうことね、ちょっと暗く、私パソコン本当に分かんないんだよね家でさ、家でこれ買うまでさ、なんかお父さんのパソコンもあったんだけど、お
父さんがめちゃくちゃ前に使ってたやつで、ほぼほぼ使えないようなパソコンだったからさ、わかんなくて。学校で使うパソコンとかで全部先生にさ、使い方こうだよみたいな教えてもらってたから、もう覚えてなくてさ、わかんなく、わかんない、ちょっと。あ、入りそうだけどね、確かに確かに確かに。え、どういうさ壁紙なんか使ってんだろう、みんな。ちょっとなんか調べてやるから、調べて画像拾ってこよう。Windows プラス、え、押したら何がなん、どうなの、何も知らないんだけど、本当に私そういうさショートカットキーみたいなやつね、初期に戻ったんだけど戻ったんだけど、もう一瞬で戻るけど戻ったスタート画面に戻ったんだけどパスワードって言って言われたら、ショートカットキー知らない分かんない、ほんと。最近さ、ゲーム画面をさ、こうエピ始めた時に PC でゲーム画面、なんか最初は、あ、なんか違う違う、最初はなんかスクリーン全部映ってたんだけど、ゲーム画面が何回目かぐらいからさ映んなくなっちゃって、それの仕方とか調べたりしてた何もわかんない。何も知らないです、ショートカット機は。わかんない、使わないから。後でやろう、やっぱりちょっとシャットダウンしよう、これシャットダウン、あ、いいや、シャットダウンで。タイピングゲーム全然やってないよ、やらないなんかせっかくマイクあるのにさ全然使ってなくって、あれだな、使いたいマイク、使いたいけど使うのはないしな、ゲームで覚えちゃしないし、覚えちゃうに買ったマイクじゃないけど使いたいんだけどな、もう今置いてるだけボイスチェンジャー変えれるよ、これ変えれるんだけど、まあこれやったところでみんなに聞こえるあ、聞こえるようにもできるけど、できるか、音量上げる、ん、いや聞こえないわ、ボリューム、これイヤホンしないと聞こえない、変えたらもうできる。なんかどうにか設定しないとちょっと音聞こえなさそう、これどうやって設定するのかわかんない。何かにスピーカー、いや、ついてる。ついてる。
これどうやってするんだ、さっきちょっとさっき切っちゃったよ PC。 ちょっともう一回つけるじゃん。とりあえずここのイヤホン外したらいいのかな外したらいいんだろう。マイクさ、セットアップ中になってる。セットアップ中。え？ちょっと待って待って、わかんないわかんない。もう一回開くか。え、なんでだ？セットアップ中になってるんだけど。マイクがストップ中。わかんない。違うのは開けるの。もうストップ中。これどうしたらいいの、こういう場合は。設定。出力。出力。これか。ん？ちょっと待って分かんない。うん、どこ行ったさっきの。さっきのやつ強化しないにしちゃった、もしかして。ちょっと待って待って待って。デバイス。フルトゥースじゃないんだよな。ちょっと待って、本当わかんないパソコン。何もわかんない。これじゃない。これカメラでしょ？こんなに下手、ずっとマイクってなんだ。わかんない、待って、わかんない、わかんない。
く。ん？わなよ。このマイクに乗ってるから OK か。で、サウンド、どれだ、スピーカーどれにしたらいいの。これなんだ、あ、これあれか、 PC 本体、これイヤホンでしょ。ん、カセットイヤホン、カセットイヤホンちょっとよくわかんない。これだ、これで聞こえる？ちょっと待って、ね、ちょっと、これじゃないや。有力はこのマークで出力がモニターにした、これで聞こえるんじゃないか。セットアップ中になってる。もう分かんない、ボイスチェンジは使えないんだけど。ちょっと分かんない、なんかねセットアップ中になってるんだよ。ちゃんとして。なんかずっとアプリのさ、このマイクのやつがセットアップ中になってて、なんでかわかんない。ちょっとこれ何をした、私も。わかんない、なんかセットアップ中になってるんだよね。そんなはずがないんですけど。セットアップ、イヤホン聞こえる、いや聞こえる、え、こっちが聞こえる。ちょっとよくわかんないな。で出力、モニターにしてるんだけど、スピーカーの方にしてないんだけど。なんかさ、ずっとさ、これルジクールのアプリの方がセットアップ中になってるんだね。あ、前の時普通にできたんだけど、カメラとかは開けるのに開けない。
ルクマイクです。ルクはモニター。いや、これ私何も前回しなくてもなってたんだよね。ちょっとよくわかんない。え、なんで？なんでだ？ずっとセットアップ中になってる。前の時やなって積んできてた。なんでセットアップ中になってるかわかんない。セットアップされてるはずなんだけど。続いてきてるし。最近。でも確かにさ、なんかこういうさ、なんだっけ、アプリ、ロジクールとか、そういうさ、デバイスの、なんかそういうやつのアプリ、バグが起きやすいみたいな、聞いたりするんだよね。それかな？とりあえずさっきどうしてる？いや、セットアップ中だわ。なんで？ファイル抽出？更新する？こっちの充電がなくなっちゃう。なんかアプリの更新みたいなのが出た。そういうことね。始まりを出たアプリケーションを再起動します。書いてある。よくわかんない。再起動する？バグ修正。あ、できてる。バグだったんだ。やっぱバグ更新できしたらいけた。これさ、なんかなんだっけ、どうやってすんだっけこれ。マイクなんかね、
ちょっとめっちゃ見づらい。エフェクトってやつか。なんか聞こえるかな。やったところで。エイリアンの声。出力さ、音声出力モニターにしてるのに聞こえないんだよね。なんでだろう。聞こえる？聞こえないね。スピーカーにしたらこれで音量上げちゃ、上げても聞こえないよ。だってあ。どうしよう。耳が壊れるかな。そしたらこれどうやったらさ聞こえるようになるんだ。いやね、出力をねモニターにしたんだけど、これモニターに今変えても聞こえなくって、イヤホン挿してるからとか関係ないよね。聞こえないもんだって。見てもモニターにスイッチ、なんかモニターいっぱいスイッチがあるんだけど、こうか。え、これモニターこれな、何が何のスイッチがもう分かってないんだよね。英語だったからモニター SD 設定って何？わかんない、なんかよくわかんない設定のやつがパーって。どうしよう、中オンになってるでしょ。どうやったら聞こえるの。モニターの音量設定ね、音量マックスになってるんだよね、これ。ほら若干聞こえる。でもなんかこの音が聞こえない。入力はマイクになってるんだよ。でもサウンドを再生する場所だから適当に喋ったり聞こえる。もしかしてこの聞こえるかな。ちょっと待って待って待って、これやばい。ちょっと一回ちょっともう一回。これあれだな、なんか喋んないと聞こえない。音声をさ録音しないと普通に喋りながら使えない。微妙だな。なんかあ違うの開いた。どうしよう。音声をさ録音してさそれ流すってなんかやだな。なんかやだ。いっぱいあるんだけどさ。なんか音声入力しないと、入力？録音しないと聞こえない。普通に喋ってるだけじゃね、こっちのイヤホンに聞こえる。こっちで聞こえてる？ん？声変わってない。ん？なんだこれ。声変わってない気がする。
ちで録音しないと変わんないのか。録音しないと、わかんない、ちょっと難しい録音しないと変わんないっぽいな。無理だ、普通になんかボイスチェンジできるけど、私も戻したかわかんない、普通にそのやつに戻すオフやってる。よし、ダメだ、音量のやつを猫じゃなくてスピーカーして、オッケー、もう分かんない、ちょっと録音しないと変わんないっぽい。録音しないと、普通に聞いてるだけで普通の声だった私の。録音しないと変わんなかった。シャットダウンしようかな。あれ聞こえたやつはね、録音したやつなんだよね。録音、さっき録音したやつ。録音したやつでリアルタイムでさ、これ自分が喋ってる声がなるんだったらいいけど、録音したやつがなんかなっても微妙だなと思って、やめた。そう、さっき録音したの再生した。自分が喋ってたやつ、録音したやつ。まあいいや、シャットダウン。マイク全然使ってないですマイクあるんだけど、ここに使ってないの。マイク結構大きくって使わないからすごい邪魔なんだよワイヤレスイヤホン使ってない。ワイヤレスはね、こう遅れちゃうから使ってない。有線のイヤホン、有線。ワイヤレスは遅れちゃう、イヤホンはね、だから使ってないです。いや、さすがにマイク売らないよ。だってまだ使ってないし、その配信をしたくて買ったやつだから、まだそれをすら始めてないしね。それ用に買ったやつだから、まあ、使えてはないけど、今配信が始めれてないからさすがに売らない。ケモンシのヘッ
ドセット、ヘッドセット私あんま好きじゃない。マイク好きだよね、ヘッドセットって。マイク別が良かったんだよね、イヤホンでマイク別が良くって。ヘッドセットでも別にいいんだけど、イヤホンの方が良くって、マイクが別が良かったからこれにした。ヘッドセットずっとつけてたら痛くなっちゃう。イヤホンも痛いんだけど、イヤホンも痛くなっちゃうんだけど、耳が。死ぬ曲も話が今どこまで進んでるかが分かんないんだよね。聞かないといけない。またローラー無線送れるのかな、分かんない。あ、そこまで送れないんじゃないかな。で、私なんかこれ PC で無線でやるにはなんか別のやつを買わないといけないんだけど、買ってなくって、つなげてやってる。これ、これつなげないといけない。 Bluetooth のなんかかな、受信するやつを買わないといけないんだけど、買ってないから。もう PC で配信してマイク聞こえるかと思います。ショールームね、なんかショールームもやろうと思ったんだけど、 OBS で設定はしてるの、設定までは終わってるんだけど、なんか画面がねすごい、私が動いてからなんか1分後ぐらい、1分かな、もっとそんなしないか、何十秒後かぐらいに動いてて、その遅れがすごい気になるんだよね。なんかどうやっても遅れちゃって、それが嫌で。携帯だと送れないから、携帯で今とかやってるんだけど、なんか時差が出ちゃう、遅れちゃう。私の画面でそれだから、こう配信だともうちょっとラグがあることになりそう。音がずれてるのかわかんないんだけど、とりあえず動きがね遅いんだよね。私が動いて結構時間が経ってから画面が動いてるみたいな。音がわかんない、その時確認してない音の。だから配信でやるとそれ以上に遅れるってことになりそう。だから携帯でやってる。わかんないけど、そうなっちゃう。設定はちゃんとしたんだけど、 OBS の設定とか。だから私携帯でできるから、携帯でいいからと思って。配信と画質、画質良くなるかはちょっと分かんない、微妙なところ。めっちゃラグがある。数秒とかのラグじゃない、もっとある。だからどうしようか。だからね、携帯で回してるんだ。
ちょっと時間あるときに設定できそうだったらしてみようかな。ちょっともう一回。ショルムのその PC での配信の仕方を調べて、その公式が出してるやつを見て設定とかも全部やった。いろいろするんだけどさ、設定その全部やった状態で OBS が画面が送れるから、あんま良くないかなと思って今やってない。まあそんなに携帯で困ってはないから。逆にね、PC でやるとあれでは、ゲームしながらの配信は、 PC のゲームしながらの配信はできないから、どっちを取るかだね。PC でゲーム画面が見えないからあれだけど、そんなにしてもしなくても大丈夫。パソコン重たいはないと思うけどな、そんなに何も入れてない。何も、なんていうの、アプリちょっとしか入れてない、スカスカだと思う。時間があるときにちょっともう一回設定してみろ。 OBS のなんか見て調べたんだけどさ、すごいラグがあったから、もうそれでも解決策出てこなくて諦めたの一旦。ウェブカメラとマイクはね、 YouTube で配信する用に買ったの。ショールーム用ではなくって、これは別にショールームはどっちでもいいかなぐらい。まあ今日はしないけど、 PC では配信時間あんまないし、しない。 iPad は持ってない、タブレットは使わないから、使わないから持ってないですね。あったところで使わない、配信以外に。レッスンで便利、いや携帯で十分だ私。そこまで大きい画面が欲しいと思ったことないかも。次のハード当たりますね。次7月15のハードかな、私が出るやつ楽しみ。あれ PC で振り起こし動画見ようと思えば見れるけど多分見ない。逆に私携帯の方が良くて、逆に携帯の方がいい、持ちながら踊れるの。九州はない？次のやつで今回九州だったんだよね、さっきコメントで見た。でも九州さ、前回福岡と大分って2カ所だから、どこが出るかだよね。どこが出るかじゃない九州。だと思うけど、どう、最近聞いたよねで見れるんで、最近聞いたよねでは、なんていうの、なんか全部は見れない、ちょっとだけ見れるって感じかな。全部見たいんだったらその
配信を見るしかない。そう、ダイジェスト、そんな感じ。だから大体見れたらいいやぐらいだったらいいけど、なんか全部見たいだったらあれかも、配信見たりした方がいいかも。でも配信アーカイブ残らない確かだっけって聞いた。その時に見るしかないんだけど、リアルタイムで。無理だって。え、普通に見るだけなら無料じゃない？え、待って、わかんない。え、違うのかな。無料で参加できます。無料で見れるね。じゃあ無料です。ありがとうございます。見るのもお前も無料だって。あのパラメータ上げるやつ。そう、あれめちゃくちゃ大事だからね。あれで結構決まっちゃう勝負が。あれ大事なので、次回15日にあるので、ぜひ皆さんそれでパラメータ上げてくれると嬉しいですめちゃくちゃ大事。あれ、あれが相手より弱いと勝てる可能性がだいぶ低くなっちゃう。その数字が大事。タイミングって曲で結構どこ？タイミングって曲って何？どんな曲？わかんない。知らないや、その曲。最近入ってる曲？最近のアイディアもわかんない。投票してるよ。ありがとう。ありがとうございます。いつも投票してくれてる方。ありがとう。ブラピ？ん？ブラピ？ブラピじゃない、ブラビか。何？それ、わかんない。え、何？タイミングって。最近流行ってるやつ？わかんないや。ブラックビスケッツ？わかんない。どんな曲か知らない。最近の入りわかんない。何がやってんのか知らないよ。あ、めっちゃ前の曲？20年以上前。最近入ってんの？それが TikTok で。こんなわかんないよ。あ、タイミング、なんかこんなやつ。え、それ前、なんかそれめっちゃっと前じゃない、流行ったの誰だっけ、誰かのやつで撮ったよそれ。私のアカウントじゃないけど、タタタタみたいな。わかんない。
最近の曲かと思ってた、それ全然知らなかった。あ、カバーされてたね、そういうことね。ちょっと前にいつだっけ、あれ夏ぐらいに入ったやつ、わかんない、もうちょっと前かな、なんかいつか撮った記憶はある。雫公園とかだった気がする、結構前の。ってことは相当前だよね。夏ぐらい、覚えてない。ちょっと前に入ってですね、それ。TikTok の入りって早いからさ、すぐ変わるんだよね、入りが。今何がやってんだろう。あれは知ってる、なんだっけ、なんかなんか入ってるやつ、踊りがあるようなやつじゃなくて、なんていうの、曲名忘れた。脈もヘアセットも全部あなたのためみたいなやつ。曲名が分かんない、それしか分かんない、最近の流行り。いや、生誕祭の時じゃない、もうちょっと前に流行ったやつ。もっと前だよ、夏だよ夏。生誕祭は先月 ?9 月だっけ、もっと前、何月だ、夏じゃないかな、6月とか、6月あったっけ、しずく、そもそもいつだっけ。しずくが回数が少なくてあんま覚えてないよ、何月だっけな、あれ。うん、とにかく前、いや6月ないわ。いつだっけあれ、しずく会った時じゃないっけな、それか1月か、1月、さっきあれ、いや覚えてないや。なんかね、いつか公演があった時に撮ったんだよね。エイトメンバーだったから絶対に雫公演だと思うんだけど、7月、ちょっと覚えてない、いつ撮ったか。でも最近じゃない、流行ったのそれ。めっちゃ前に撮った、覚えてないです、いつ撮ったかは。1月とかだったかもしれない、それか。記憶が覚えてないや。結構前でも撮ったの、ってことは1月かもしれない。最近の記憶が記憶じゃないもん、あれ撮ったの結構前。
50分？早いね。ありがとう。13位からランキング読みます。13位、むむさん、ありがとうございます。12位、まさむねさん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、とわさん、ありがとうございます。9位、本校なるマットマーク、きょうかおいさん、ありがとうございます。8位、あきひこさん、ありがとうございます。7位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。6位、おまめさん、ありがとうございます。5位、まるさん、ありがとうございます。4位、うどさん、ありがとうございます。3位、ラボーナさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がグランチャットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。よし、あ、なんか明日の配信は、明日は何時からしよっかな。明日夜はするでしょ、一回。夕方一回できたら、あ、でも微妙だな。夜長めにするかもしれない。夜長めに一回っていう可能性の方が高い。明日は午前中しない。やっても夕方かなって感じ。そんな感じです。夜一回の可能性が高いかもしれない、明日は。そんな感じですかね。2回やるとしても夕方1回、夕方か夜に2回か、そんな感じ。でも多分1回な気がする1回長めな気がする。な感じですかね。写真いつも違う。よ、そう、ブレてた。今日送った写真はブレてたかもしれない。若干毎回はブレてないでしょそんないつもではないよ、絶対に。ブレてないやつを極力選んでるもん。夕方って何時よ、何時だろう。夕方でも夜よりかな。17時以降かな。やるとしても2回やるとしても、こんな感じ。ですかね。でも夜1回長めの可能性の方が高い。2回するか微妙。1回長めにするかもしれない。ですかね。多分ね多分1回かな。長めに、そう、分かんない。できそうだったんだけど、するけど、このあとゲーム微妙、するか微妙。今日やらないかもしれないで、さっきしたりしなかったりだから。まあ、シルバーには上がれたからね。ちょっとはしたかったらやる気力があればゲームをからじゃあまた明日は多分1回だと思うけど、2回するとしても17時以降からって感じ。17時以降に2回かなっていう感じです。じゃあもうちょっとで切れちゃうので、ありがとうございました。また明日の配信で。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみ。